今度はガツ。さっきの歯ごたえが全然違う。本当？うん。すげえうめえ。三村さん、はい、はい、はじめまして、よろしくお願いします。何かがおかしいですさあ何でしょうみたいな。では乾杯しましょう。すいません、お待たせしました。じゃあでは初めての、自己紹介。三村でございます。三村さん、千葉印材引き下ろし、印材から参りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤沼というのは、生まれも育ちも栃木県宇都宮、小山市ですね。小山、はい、小山、はい、はい、千葉出身で、船橋、まあ北西部大体いろいろと住んでました。で、今は栃木。私はもう28年前、まあ、大阪、阪神淡路のその年の7月に栃木で仕事で転勤と、はい、だそういう中で来て、で栃木に住み着いてで一番やっぱり栃木は住み着いて一番長い。広島とかも滋賀の天気であったんですけど、うん、もう栃木が一番長くなった。いいとこなんだ。本当にいいとこ。じゃあ、うん、それで、まあ、ありがとうございます。皆さんの、まあ、この出会いで乾杯。乾杯。嬉しいです。出会いってすごいですね。うわこの匂い。マキシマムまずいっす。いくらでも入る系のスパイス。すいませんでしたこんな。でもそれをやりたくてこうやって七人持ってきたんですよ。それやりたくて七人持ってきて一人でやるつもりだったんです。その夜タクシーを運転して。じゃあ藤沼ちゃんから。お肉をいただきます。うわーっとこの炭と肉の匂いがこう漂ってくるんですよ。うわバーベキューしてる。ん、うわバーベキューしてる。カルビ、なんつったかな。うめ、でもなんかまあちょっと油強めの。おお、美味しい。三角バラとかだったかな。ほう、よし、いただきます。鶏皮いただきます。もうほんとシンプルに塩うまいっす。これ黒い焦げんところが、うん、黒い焦げんところがもううまい。食う前からわかる。ちょい、うまい、うまい。
えるようにやっちゃうって見たことあるじゃないですか。